声があったらやめておこうかというようなですね、萎縮しかねないと。どこが憶測なんですか。本来法案の審議さえできないけれども、みんな疑問に思わなかったんでしょうか。この民間団体の自発的な活動の促進を削った、ま、この点、改めて丁寧な審議、本当の人権擁護何なのか。次に LGBT 理解増進法に関連し公開いたします。本年6月16日 LGBT など性的少数者への理解増進へ向け、自民党、公明党、日本維新の会、国民民主党4党が提出した性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民理解の増進に関する法律案が参議院本会議において賛成多数で可決されました。成立した法律では、性的指向やジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないという基本理念のもと、国や自治体、学校、企業などに対し、性の多様性に関する理解の増進のための政策を求めております。国においては理解を広げるための基本計画を策定することや、必要な学術研究を推進すること、知識の普及や相談体制を整える努力を規定しております。学校に対しても教育や啓発、教育環境に関する相談体制の整備や必要な措置が求められております。しかし、教育に与える影響については、様々な団体が学校現現場に入り、発達段階を無視した教育を行わないか、性的少数者の児童生徒の権利を過大に要求することによって学校現場が混乱することはないのかといった懸念する声もあるようです。そこで教育啓発に今後どのように取り組んでいくのかお伺いいたします。仕事は段取り8割、作業は2割と申します。あらゆることを想定して具体策を考えておくことが非常に大事なことです。従い、国からの指針を待つのではなく、あらゆることを想定し備えておかなくてはなりません。段取り上手な教育委員会の皆さんのことですから、すでに着々と進められていることと思いますが、そこで教育の研修を十分実施することは重要だと思いますけれども、教員研修の方法についてお伺いいたします。開会中の横浜市会第3回定例会で、日本維新の会の山田圭一郎市議60が LGBT など性的少数者への理解を進める学校教育に関する一般質問で、同性愛者の存在などで町が滅ぶとした逸話を引用した。山田氏は神奈川新聞社の取材に対し、同性愛はおかしくないということは義務教育で言わなくてもいいなどと述べ、LGBT 理解増進法の趣旨からも外れる持論を展開した。今、問題になっているニュースです。今回、注目したのはこの部分です。しかし、教育に与える影響については、様々な団体が学校現場に入り、発達段階を無視した教育を行わないか。維新さんは民間団体を悪者にするマインドがあるようです。それでは見ていきましょう。今ここ、多分後ろに振り返っても女性という人たちは少ないんだと思います。で、我が党としても衆議院議員が40人いれば4人が女性ということで、割合としては非常に少ないんですけれども、これは女性が社会進出することに対する弊害とかもありますけれども、やっぱり環境調整ができてないからだというふうに何度も言わせていただいているところで、それとはまた別次元のところでね、福祉とか支援とかっていうのはどうしても、こう分けてしまうというところに課題があるというふうに思っています。そしてジェンダーをそういうふうに分けてしまうことで、私はジェンダーを固定化してしまうんじゃないかなという懸念もしています。ジェンダーの対立を煽るというか、やっぱりこう困難な女性というところのカテゴリーだけでずっとこうまとまってしまうと、同一性だけでこういくと、やっぱり男性は敵だとか、すごいこう加害者なんだとかっていう議論に発展しがちなんですよね。男性というのは全て、狼だじゃないですけれども、敵なんだみたいな男女のジェンダー対立を煽るような、一定の古い方のフェミニストの人たちはそういうふうな考え方を取られると思うんですけども、それになってしまうんじゃないかなと思っています。そしてこの今男女共同参画局さんであったり、この性被害について取り組んでいらっしゃる様々な民間団体の皆様を見ていると、とてもそのようなこう状態に陥っているんじゃないかなという懸念を持っています。男性は全て敵というふうな、もしくは女性は、みんな全て被害に遭う、可能性がある、可能性は誰にでもあると思うんですけれども、そういったこう固定化された思考というものが生まれやすくなってしまうんじゃないかなという懸念があるということがございまして、やっぱりジェンダーの固定化という観点からも、経験をもとに
支援をしていくということが大事なんじゃないかなと思っています。だから女性だからとか若いからとかではなくて、そういったこう辛い経験であったり置かれている状況に合わせた支援、そして根本自体を解決していくという方法を模索していくということが重要かなというふうに考えております。次に行きたいと思います。続いてはLGBT 理解増進法の参考人招致をご覧ください。民間の団体等の自発的な活動の促進を削除したことを中心に編集しています。最初に立憲民主党、2番目に日本維新の会、最後に日本共産党の順です。そして本法案においてですね、民間団体等の自発的な活動の促進という言葉はないんですね。削除されてしまいました。この点についても井上参考人にご所見を伺います。井上参考人、法案にも学校、地域、家庭、職域、その他の様々な場が明示をされているにもかかわらず、あえて民間団体等の自発的な活動の促進だけを削除するのは必然性に乏しいのではないかと考えております。当事者関係団体をはじめ、すでに多くの有益な取り組みが講じられている民間の自発的活動に関する記述が削除されたのは、公権力による民間の自由な活動への制限を想起をさせ、活動の萎縮を招きかねない事態を懸念をしております。はい、この点もですね、本当に理解促進とは逆行する後ろ向きな修正であると言わざるを得ないと思います。そして学校教育の条項に関してですけれども、超党派案では学校設置者の努力、独立した条項でありましたが、6条の事業主導の努力条項に投稿されてしまいました。2015年の文科省の通知では、 LGBT の児童生徒の基地年齢は極めて高い、学校が安全とは言えないということが明らかにされて、学校での取り組みが求められてきました。この点も残念ながら後退と言わざるを得ないかと思います。連合として学校設置者の努力義務についてどのようにお考えでしょうか。連合は2016年に決定をした対応方針の中で、性的指向、性自認に関する学校でのいじめやハラスメントに対して広く相談支援に応じられる体制の整備や、すべての教職員を対象とした研修の実施を求めるとともに、外部の専門機関や自治体の窓口との連携を強め、児童生徒からの相談に応じる環境を整備することとしてまいりました。議員ご指摘のように、 LGBT の児童生徒の起死燃料が極めて高いなどの状況を踏まえれば、こうした相談体制が適切に整備されていることが非常に重要だと考えます。学校設置者の努力が事業者等の努力の条項に統合された結果、こうした学校における相談体制の整備に向けた取り組みが弱まると想定されることを懸念をしております。そもそも超党派で理解を増進しようということで、この法案について取り組んできた趣旨は何だったのかと、全く後退していってるんではないかと懸念せざるを得ないところでございます。そして改めてですね、教育現場での理解増進を重視する独立条項がなくなるということについて、連合はどのようにお考えかということを伺います。2017年に日本学術会議が提言を発表しているのですが、この提言の中に、国連の基準に照らせば性的マイノリティに関する人権啓発などの理念的な取り組みだけでは不十分である、家族としての承認を含めた生活基盤の確保、性的指向や性自認への適切な対応を含め、教育訓練の提供、雇用、労働における性的マイノリティへの権利保障など、具体的措置が講じられなければならないとの記載があります。教育訓練の提供に関する具体的措置が講じられるのが教育現場であるわけですが、教育における理解増進を重視する条項がなくなることで、こうした具体的な措置を講ずることに対して、教育現場が後ろ向きの姿勢を取らざるを得なくなり、 LGBT に関する理解増進が結果的に教育現場で忌避されるのではないかという懸念をいたしております。内越さくら君。そうなんですね、本当にこの LGBT の方たちの権利擁護について、少しでも一歩でも進めてほしいと頑張ってこられた方たちにとっても、ここでは本当にこう裏切られたような、そういったこの修正と言わざるを得ないんですね。そしてこの超党派 の案にはなかったものとして、本法案に家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつというようなことが追加されて、8条に追加された。これについてですね、井上参考人どのようにお考えでしょうか。この維新国民案の当初の文言ですね、その文言がですね、
どうしてもこの今世紀初頭にこう吹き荒れたこの性教育バッシングの発想を彷彿とさせざるを得ないようなものでした。日本では寝たくを起こすなとばかりにですね、包括的性教育が抑制されてきました。ユネスコが推進している包括的性教育は LGBT 教育も含むものです。保護者の理解や子どもたちの発達程度を強調する文言というのはですね、包括的性教育をさらに抑制してしまうんじゃないかと。それは LGBT の理解の増進には全く後ろ向き逆行するものと考えられます。この本法案のこの、保護者の理解与党案の保護者の理解というものを本法案が家庭に置き換えて、さらに地域住民という言葉を加えたと。これによってですね、親や地域住民のごく一部の批判が来る。批判が来た途端に学校での LGBT 理解増進、やっぱりやめとこうかと。一つでも批判の声があったらやめておこうかというようなですね、萎縮しかねないと。これってもう本当に包括的性教育を推進しようとしてきた方々が、もう吹き荒れる性教育バッシングを前にですね、萎縮してしまったと。それを彷彿とさせる、その二の舞にならないかということは心配なんです。続きまして、学校の設置者が行う教育または啓発等について、家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ行うものとした理由についてですが、これは我々維新が当初考えていた案としては、保護者の理解と協力を得て行うという文言だったところ、4党による集積協議の中で、この家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得るという文言へと変更されたかと思います。ただこういった文言を修正していくことによって、例えば一番子どもたちが教育現場の中で親などの身近な人に打ち明けることができない子がいて辛くて生きづらさを感じている、こういった声も一方で、お聞きをするわけです。こういった点について、やはりこの家庭や、地域住民その他の関係者の協力を得つつというところと含めてですね、この点についてこの森参考人のお考えをまずは伺いたいと思います。森参考人。家庭に通う生徒児童には保護者の方がいらっしゃいますし、学校は地域社会の一部です。学校での LGBT 教育は家庭や地域住民その他の関係者の協力を得てこそ LGBT に対する理解を深めるという目標が達せられるものだと私は考えます。家庭や地域を巻き込んでの理解増進を求めるのは決して悪いことではありません。仮に差別があり偏見があるから家庭や地域の理解を得るのは難しいということであるなら、まずはその差別偏見を解消することを理想としてなら悪いことではないはずです。以上です。高木香織君。はい、やはりなかなか親の理解がないと前に進まない、それはその通りであると思いますし、その教育現場から変えていくのか、家庭や、地域から、どちらが先かということではなく、一緒に同時にやっぱりこの理解を深めていかなければいけないということであると思います。一歩前進ということであれば、やはりこれをしっかりと努力を我々みんなが国民一丸となって前に進めていくと、そういったことが大変重要なところだというふうに思います。森参考人からですね、家庭や地域を巻き込んだ理解増進を求めるのは、決して悪いことではないし、むしろ、差別偏見を解消することを理想として何ら悪いことではないんだという、こういった趣旨のご意見を伺いました。その通りだと思いますし、これ繰り返しになりますけれども、今回の修正案として家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得るという文言が追加されたというのは、先ほどのその法的安定性を持たせる意味合いとともにですね、この家庭や地域住民の方々の理解増進を深めていって、最終的には性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を含めて全ての差別が根絶される社会が実現されるべく取り組みを進めていく、国民の皆様全体に対する理解を促進すると、ここを強く再度強調させていただきたいと思います。続きまして、この民間団体の自発的な活動の促進を削った、この点、どういった懸念点であるとかメリットデメリット、いろいろあるかもしれませんが、その点についてご意見を伺いたいと思います。自発的な活動とは具体的にどんな活動であるかを定めてもいないのに促進するとなると、当然のことながらリスクが生じます。実際 LGBT 教育の中には非常に先鋭的で日本社会が受け入れがたいものも存在します。例えば、私の性自認は女性と主張する身体男性は女子トイレや女湯を使って当然とする教育が挙げられるでしょう。
しょう。そのような LGBT 教育を自発的な活動として促進しても良いものでしょうか。それには疑問を感じますので、私は削除は当然であると考えます。どういった民間の団体自発的な活動といったところが、示されていない、基準等が、ない中で、そういった懸念点があるというようなご意見だったかと思います。おっしゃる通りですね、この民間の活動、さまざまなものがあるかと思います。それが、あえて、わざわざ例示をしなくても、国、地方、公共団体が責任を持って必要な施策を実施すべく取り組んでいくということが、一番大切なことであろうというふうに考えております。大変理解ができました。ありがとうございます。で、残る時間、神谷参考人にもう一度お聞きしていきたいと思います。法案第10条、知識の着実な普及等では民間団体等の自発的な活動の促進という文言が修正によってわざわざ削除されました。なんか極めてレアだと言いますかね、なんか極端なケースのことを持ち出してこういう団体もあるから削除したんだって言うんですけど、そんなこと言われちゃったらね、障害者の問題とかあらゆる問題で、それはいろんな団体ありますよ。だから法案から削除するってのはどうしてもね、理解には私はできない。もともとね、私たち国会議員だって当事者団体の当事者の皆さんからさまざまな事実を、差別の実態、皆さんの思い、そういうことをお聞きしなければ、私たちもほとんどがマイノリティの側にいますからね、いろんな施策に取り組めないわけですよ。こういうね、当事者団体、支援団体、今民間団体がこの LGBTQ プラスに関わってどんな役割を果たしておられるのか、ご紹介いただきたいと思います。神谷参考人。お答え申し上げます。通称 LGBT 法連合会と当会申しますが、102が加盟しておりますけれども、この加盟団体では電話相談や SNS 相談などを行っている団体もございます。家族に相談できない、友人に相談できない、そのような場合に電話や SNS 相談は重要な役割を担っているというふうに承知をしております。また居場所づくりなどを行ったり、行政の窓口に同行支援などを行う場合もございます。 NPO の調査では、性的マイノリティ当事者が障害に関する行政福祉サービスの 46%、 生活困窮に関する行政福祉サービスの 52.4% が、必要な時も利用できない、サービスにアクセスできないというふうに回答してございます。背景にはその窓口等の対応の不安や困難があるというふうにされてございます。このような状況にはまだまだ支援が必要な状況でございます。これは孤独孤立問題にも非常に神話的な問題であるというふうに考えておりまして、行政の支援が乏しい現状、あるいは行政からは当事者が見えにくい中で、当事者の支援団体がつなぎの役割を果たしているというふうに考えてございます。こうした支援者が重要であることは企業内、職場でも同じでございまして、企業内で当事者や支援グループアライなどと言われますが、アライグループがあるときに、そのメンバーの多くは企業側にカミングアウトができないということも、先ほど調査を示しましたが、多く参加するところでございます。その際、当事者グループのリーダーや支援グループのリーダーがカミングアウトを難しい社員と人事など会社側のつなぎ役として意向の聴取やニーズの把握などを行っている例が多数ございます。第10条の民間団体等の自発的な活動の促進という例示を削除したのは、こうした支援者の重要な役割を十分に認識しているとは言えず、あえて削除したことが行政にとってマイナスイメージとなるところが、ことが懸念されるところでございます。削除された民間団体等の自発的な活動の促進は極めて重要であり、孤立した当事者の支援こそが今求められているというふうに考えてございます。田村智子君。私もこの困難リストを見てもね、例えば介護を受ける、医療を受けるっていう時に、その性転換している方がね、それを言っていない方も含めてですけれども、本当に様々な困難を抱えている。そういうことに国も自治体もノウハウがないじゃないですか。民間団体に本当に力を得て協力を得ていかなかったら、一体どうやって理解増進や差別なくしていくっていうことができるのかというふうにね、本当に指摘せざるを得ないと思うんです。で、最後にね、前向きなこともちょっとお聞きをしたいんですね。 LGBTQ プラスへの差別をなくすということは、私は社会を豊かに発展させるし、日本の経済、ここもね、豊かに発展させていく、そういう道でもあるというふうに思います。超党派議連の、役員会では、先ほどアメリカからの介入っていうことがいろいろ言われてましたけどね、でもね、アメリカ大使館通じて大統領特使との方とのやった懇談ってのは非常に私は有意義でしたよ。他国の方の取り組みをいろいろ聞くことができて、でその時にアメリカで同性婚の法制化への動きがね、前へ進む上では企業や経済界が果たした役割がとても大きかったんだという指摘があったんです。労働者が安全に安心して働いてこそ
パフォーマンスが上がる、企業の生産性も向上するんだと、これ日本がこれから進む方向にとってもとても重要な指摘だったというふうに思います。ここ神谷参考人に最後39分まで時間がありますので、思いの丈をお話しいただけたらと思います。神谷参考人、お答え申し上げます。この問題は人権問題であることは言うまでもございませんが、経済発展、企業にとっても重要な問題であり、例えば先日は経団連の会長のご発言、経済同友会代表幹事のご発言、新経済連盟の声明などにそれは現れているというふうに考えてございます。国際労働機関 ILO はこの課題に取り組まないことが人材や技術の流出、教育のコストの無駄を企業に招くというふうに指摘をしてございます。一体なぜこうしたところに関係あるのかということでございますけれども、先ほども資料の2ページ目3ページ目でお示ししました通り、カミングアウトできなければ週末何してたと言われるだけでもですね、一生懸命言い換えて、どっちが男でどっちが女でと、どこに行ってどこに行ってというふうに言い換えて話さなくてはならず、このように言い換えに気を取られていたら、神経を使っていたらですね、仕事に集中できません、力を発揮することもできない、これは当たり前ではないかというふうに思います。国内でもジルPT労働政策研究研修機構の調査では、 LGBT の自殺うつ対策やこれの一因となる職場のいじめハラスメント対策を積極的に実施することで1988億円から5521億円の経済的損失を回避できるというふうに推計をしてございます。国内ではこのような調査研究は尾についたばかりでございますけれども、 Google が心理的安全性が高いことが組織に良い効果をもたらすとの研究結果を発表しているところも、こうした指摘に重なるところであるというふうに考えてございます。日本が議長国を務めた G7 の環境大臣コミュニケでは、環境分野における性的マイノリティのへのエンパワーメントのための措置が気候変動や環境汚染への取り組みの寄与に寄与するんだというふうに明記をされておりますし、昨年の首脳コミュニケでは外交安保の項目にも性的指向性人に関する記載がなされていたというふうに承知をしてございます。このように政策横断的に影響があるということ、これは日本政府も認めているところであるというふうに考えておりますし、以上のことから分かります通り、性的マイノリティの不利益や困難を解消することは社会的損失、経済損失を回避することとなり、安定的な社会保障費の確保にもつながるものというふうに考えます。よって性的マイノリティの不利益や困難を解消することが、12条の全ての国民の安心につながるということも指摘をしたい、このことを踏まえての基本計画や指針の作成も重ねて指摘をしたいというふう、いただきたいということも要望申し上げたいと思います。やっとね、当事者の皆さんの本当にリアルな実態が国会の中でも示されて、ここから私は審議が始まるものだと思います。私は衆議院での会議録も読みましたけれども、その衆議院の会議録の中で、今神谷参考人からお話になったようなLGBTQ プラスの皆さんが直面している問題、議論されていたでしょうか。その問題がきちんと示されて、みんなで考えようっていう議論だったでしょうか。女性トイレの問題ばっかりでしたよ。女性スペースの問題ばっかりでしたよ。もちろんその安全確保が大切だっていうのはね、別の文脈の話なんですよ。性暴力被害が許されない、安全確保しなくちゃいけない、なんでこの LGBT の皆さんの権利についての法案でLGBT の皆さんが抱えているその困難の問題が議論されていないのか。とても法案を採決できるような現状にはないと思います。こんな状態で本来法案の審議さえできない、こういうことだったというふうに思います。改めて丁寧な審議、本当の人権擁護何なのか、この審議を求めて質問を終わります。民間団体が悪いというマインドは LGBT 問題に限らないようです。入管法改正の時にどういうわけか、リシュマさんが亡くなった原因は民間団体の支援者が悪いと思い込んでる。梅村瑞穂議員を最後にご覧ください。皆様ご静粛、ご静粛にお願いいたします。はい、こっちが質問権あんだから、はい、聞かせるよ。皆様ご静粛にお願いいたします。自分が言ってて、こっちの問題中しかかんの君飛行機を持ってる。皆様ご静粛にお願いいたします。皆様ご静粛にお願いします。ご静粛にお願いいたします。今ご静粛にお願いします。西山次長、答弁をお願いいたします。皆様ご静粛にお願いいたします。今ご委員がご指摘になったことにつきまして、その調査報告書には記載はございません。続けて次長にお伺いします。ウィシュマさんが作病をしていた、作病だった、それを否定できる事実はありますか。じゃあ
もう質問変えます。ウィシュマさんは詐病ではなかった。ウィシュマさんは詐病ではなかった。そう断定できる事実はありますか。西山次長、皆様ご静粛にお願いします。今委員がご指摘になった事実につきましても報告書には記載はございません。梅村瑞穂君、どこがデマなんですか。どこが憶測なんですか。私の根拠はちゃんとあります。これですよ。調査報告書、そして資料、ウィシュマさんのビデオ。加えて私は有権者や国民の皆さんからリアルでもサイバー上でも様々な声を聞いてきたんです。そうして報道資料にも目を通し、自分でも想像をし、一生懸命にウィシュマさんの死の真相を知りたいと、夢にウィシュマさんが現れるまで考え抜きました。そして推知して導き出された可能性をここで発言しないのは国会議員としての私の職務怠慢でございます。その点について当然衆議院でも議論があるものと思いましたけれども、みんな疑問に思わなかったんでしょうか。支援者のあり方について疑問を呈する質疑というものはあまり見受けられません。私は先ほども申しましたが、エホバの証人の2世なんです。優しき者が必ずしも幸せの道に人を導くわけではないということを知ってるんです。小学校5年生の時に、私の母は幸せになりたかった、幸せな家庭を作りたかった、悩んでた。そこに優しい信者が来たんですよ。彼女は悪意がなかったでしょう。けれども結果的に我が家は崩壊したんです。優しき者が正しき者とは限りません。そんなこと私の宗教の事例でなくてもこの世にはゴロゴロしているでしょう。だから優しい者イコール正しい者かって疑う目線を持つのは当たり前です。ここは裁判所ではなく立法府なんです。何が真実かっていうものを考えて、あらゆる可能性も検討して、どういう立法をしなくてはいけないのかと考えるのが私たち国会議員の責務なのではないですか。マスコミの偏向報道がこれほどまでにひどいものとは思いませんでした。先ほど課題委員からお話のありましたジャニーズの性的被害の報道もそうですけれども、 SNS がこれだけ広がって、私も人権意識のない女は死ねと言われながら、私が間違っていたんだろうかと思いながら、さまざまなコメント欄に目を通しましたけれども、その点は明らかにしてほしいと。ウィシュマさんの死の真相はどうだったのか知りたがる方もいたし、支援者がどんな方だったのか、支援者の支援のあり方が適切だったのかどうか知りたいという国民も一定数いらっしゃると私は確信をしております。ですからこの質疑は続けなくてはいけません。ウィシュマさんのご遺族、あやみさんとポールニマさんにも聞きたいことがいろいろあります。彼女は日本語がしゃべれません、お二人とも。だから通訳を通して支援者から聞くしかないでしょう。私がウィシュマさんのご遺族に聞きたいのはこういうことですね。ちょっとごめんなさい。今この瞬間も私がこういうことを言うことでご遺族が傷つかれるのではないかと怖いです。私は散々傷ついて生きてきたから、人を傷つけたくないと思っているから、ご遺族を傷つけるのではないかと思うと非常に申し上げにくいことではあります。